はい、どうもダナタです、今回テクニカルタワーバトル成長した殺人鬼編、まずフロア1から3やっていきましょう。ここのフロアは全部、レアユニットのみで行くところとなってます。まず、フロア1はリゾットですね。こちらの方は、まあ ATK がアップすると、そしてハモンチェーンを装置しております。そして緑はエメラルドチェーン、あと1でアビカンですね。そして、フロア3はデリートムーブとなってます。これで問題なくクリアできると思います。では早速やっていきましょう。まあ比較的、古いテクニカルタワーバトルなので、問題なくクリアできると思います。簡単ではないです、はっきり言って。簡単ではないけど、まあそこまで難しくもない、テクニカルタワーバトルと。多分前回やった、ハイディオの、トーディオかの方が多分難しいと思います。トーディオの方が正直古い、タワーバトルなんですけど、向こうの方がはるかに難しいです。今回のはそこまで難しくはないです。はい、まあフロア1から3はね、もう淡々とやってシャシャッとクリアしちゃいましょう。おじいが倒せないんです。3ヒットか。まあ、こう正直ここフロアこれでいいかな。ああ結構火力あるね、いいさ。うん、ちょっと火力というか体力があるね。ここをリゾットにしてもいいのかな。ここリゾットにしてもいいかもしれないですね。めんどくさい。はい、若干時間かかってしまいましたが、このポーズでいきます。最初フロアはモンテリートムーブで粉砕していくっていう感じですね。これ今回3回目ぐらいかな、このテクニカルタワーバトルは。なので、初めてやったときはクリアできませんでした。フロア4か5バーで諦めたような記憶があります。けど2回目はね、なんとかユニットも揃ったっていうこともあってクリアできた記憶はございます。はい、では最終フロアですね。こちらも音がいるのでちょっとめんどくさいので、警長が倒すじゃないですか。まあこれ倒しましたね。はい、という感じで、まあ全然難しくない、フロアなので、多分これは初心者さんでもクリアは可能だと思われます。まあね、カスタムキラーとかもやってるので、今キラ祭りでやってますね。はい、というわけで今回の動画は以上となります。次回は、極上のフロア1から4やっていこうと思いますので、また
動画の方見てください。チャンネル登録もお願いします。それでは失礼します。ダンサーでした。